一度。まただ。どうしてこんな夢を。森になった町、イチゴの笑顔を守るもの。出たー！そっちへ行きましたわ。プリン、レタス、行くわよ。はい、もらいなのだ。まずはプリンの攻撃なのだ。シュシュシュ。レタスのお姉ちゃん、行ったのだ。任せてください。イチゴさん、よろしくお願いします。やったのだ。いいコンビネーションね。お姉さま、いつの間に。戦いの時もこのくらいの調子でいけるといいよね。そうなのさ。お前たち話がある。これって確か。はい、古代エイリアンの遺跡です。これまでの皆さんの活躍、寮と私で続けていた調査、そして遺跡に残る数々の情報を合わせて考えた結果、ミューアクアについて重要な仮説が導き出されたのです。ミューアクアは古代エイリアンの手によって作り出されたんだ。エイリアンは一体何のために。今のところその目的は分かっていません。しかし私たちの考えが正しければ、これまで見つかったミューアクアは古代にエイリアンが使用した時にその場に残された結晶が分散したものと考えられます。そして、そして何なのだ。さらにデータ分析を進めていくと、俺たちが本当のミューアクアについて勘違いしていた可能性が高くなってきたんだ。ミューアクアとは本来たった一つの大きな結晶体で、私たちが目の当たりにしたあの奇跡のような力ですら本体の欠片に過ぎないと思われるのです。まだどこかわからないが、あるんだよ。想像を絶する力を秘めた真のミューアクアが。真のミューアクア。このことはエイリアンたちもおそらく知らないことと思います。ましてそれを作ったのが自分たちの先祖だということも。何にせよ奴らの手にミューアクアを渡すわけにはいかない。みんなにはすまないと思っているが、これからの戦いは今まで以上に厳しいものになるだろう。ほら、サボるな。白金、何、ちょっと考え事してただけよ。脅かすことないでしょ。悪いな。戦いがこんなに厳しくなるなんて。怖くなったか。まあ正直少し。信じろ。お前たちを守ると言ったろ。いざという時は俺が盾にでも何でもなってやるさ。青山くん、え、今から今日お店で、あ、その行ってこいよ。え、今日はもう店を閉める。あとは俺がやっといてやるよ。本当ありがとう、白金。もしもし青山くん、待っててね。電光石火で駆けつけるから。場所は仕事だったら似合うと思うよ。本当に？うん。青山くん、嬉しい。おめでとう。ありがとう。
信じらんない。さっきまであんなにいい天気だったのに、せっかくの青山くんとのデートなのにさ。季節外れの夕立か。え、これも環境破壊の影響かな。青山くん一応泣いてるの？え？やだ青山くん、ちょっと驚いただけよ。あれくらいの雷で泣いたりしないって。そうだよね、イチゴは強い子だもんね。そうそう、それに私、青山くんと一緒ならたとえ土砂降りでも大雪でも嵐でも幸せいっぱいだもん。泣くわけないって。いつまでも、いつまでもこうやってイチゴの笑顔を見ていたいな。青山くん、私絶対に泣かないよ。ありがとう、イチゴ。あ、雨止んだよ。本当だ、いつの間に。見て、虹か。綺麗。とっても綺麗だ。俺は一体どうした、圭一郎。未知の生体エネルギーの異常反応です。それが急速に増大しています。ミューアカが。まだ何とも言えませんが、可能性は高いですね。かなり強力なもののようですから。場所は？原宿表参道近辺です。すっげー反応。こいつはもしかして。睨んだ通りだ。これまでのデータから言っても、そろそろミューアクアに絡んだ異常現象が起こることは予想できていた。もっともこれほどまでとは計算外だ。なんだ、風もないのに。映像ご覧いただけましたでしょうか。そしてこの樹海は昨日まで流行の発信地と言われていた町だということが信じられるでしょうか。そう、ここは東京原宿なのです。コンクリートやアスファルトを貫く異常現象に現在までのところ原因の特定はなされておりません。しかし一部の専門筋からの情報として、これらの現象は最近頻繁に目撃されております空飛ぶ人間、そして東京ミューミューと関係があるということです。以上、現場からお伝えしました。圭一郎、どうだ？探索中です。この森の中に異常なエネルギーを放出しているポイントがあります。急げ。白金！あ、来たか。何よこれ？何がどうなっちゃってるの？今、圭一郎が調べている。もしかして、ミューアクアなのだ。まだはっきりしない。昨日は何もなかったのに。イチゴ、お前昨日ここにいたのか。うん。デート？あ、いや、まあ。ごちそうさまです。ごちそうさまなのだ。ほんと感心しますわ、毎日毎日飽きもせず。イチゴさん、昨日ここへ来ていたのでしたら、何か異変の前兆に気づきませんでしたか？前兆って言っても。何でもいい、いつもと違う何かがあったはずだ。そうだ、青山くんがいつもよりちょっと元気がない感じが。いちごさん、人の話聞いてる？もうお腹いっぱいなのだ。おバカ。りょう、わかりました。やはり森の中心に巨大なエネルギーの塊があります。巨大なエネルギー？ミューアクアですの？断定はできませんが。とにか
く行ってみようよみんな。お前たち、もしミューアクアなら敵も必死で奪いに来るはずだ。心していけ。森林浴か。皮肉なものに、この異常な現象が私たちの体を健康にする。もしかしたらエイリアンは知っていたのでしょうか。私たち人類が地球を汚してしまうことを。そのためにミューアクアを。レタス、今はやめようよそんな話。うまく言えないけど、そのとにかくミューアクアを見つけないとね。怪しい音なのだ。キメラアニマ。なんなのよパリ。でっかい銀バエなのだ。銀バエ。どうやら植物だけでなく虫にも影響があったようですね。お姉さま、ということはもしかして。なんなのだこの音は。リョウ、急に進行速度が早まりましたよ。予定より早く目的ポイントに着けそうですね。そうか。これがミューアクア？でっかいのだ。何か様子が違うようだけど。本物なんでしょうか。とにかく回収しないことには。どうした？この点滅は。イチゴ、エイリアン。え？ダメだ。へえ、残念だったね。あんたたち、また出たのだ。ミューアクア、今度ばかりは我々がいただく。そういうこと。そんな、出さない。どうぞ。フライセン。なめんじゃねえぞ。タルト、いけ。パラパラ。ミューアクアのキメラアニマ、すごすぎなのだ。恐れ入ったか。何をする。ミューアクアの可能性があるエネルギー体をキメラアニマにしてしまうとは。後でなんとかなるって。行け、キメラ大木。あいつらをコテンパンに叩きのめせ。しまった。なんともないですわ。プリンもなんともないのだ。おかしい。あれだけの力を感じさせるやつ。レタス、何？どうしちゃったのよ。みんな地球が回っているのだ。みんなどうしちゃったの。これはエネルギー体周囲の酸素濃度が急激に上昇しています。酸素濃度。なるほど。空気中に含まれる酸素は人間には必要不可欠。
だが必要以上の酸素の中で人間は生きることはできないのか。へえ、じゃそろそろ仕上げといこうか。俺が行く。ケイチロ、水中活動用のキャンディーやるか。はい、用意します。気をつけてください。これ一粒で1時間は持ちます。待ってろよ、みんな。無理すんなって、立ってるのがやっとなんだろ。ほらもう倒れちゃいなって。私もいつかこんなの着てみたいな。イチゴだったら似合うと思うよ。本当に？うん。ふざけないで。人間の夢を、未来を奪うあんたたちなんかに絶対誘惑を渡すもんですか。あんたたちの言いなりになった死んでもならない。マイキー言ってんじゃねえ。うつキメラタイムくん。イチゴ、しっかりしろ。どうした？ケイチロが作ったチャンディだ。これでしばらくここの空気を吸わずに活動できる。私は守る、お前を。私はお前を守る。イチゴ、みんな無事だ。反撃だ。うん、そうはいくか。ケッキメラタイムくん。ミューアクアが消えた。なんだと、エネルギー切れか。ミューアクアのエネルギーはあれくらいで尽きたりはしない。ではあれはバッタモンなのだ。私たちをあんな目に遭わせて許しませんわよ。よしみんな行くよ。くそー、負けるな。キメラタイムくん、リボーン、エナクラッシュ、リボーン、サクロスピョン。みんな一度行きますわよ。リボーン、ミッドエコー、到来。遊んだのだ。リボーン、長居は無用だ。引き上げるぞ。あの光、あのエネルギー体がミューアクアでなかったら一体何だったんでしょうか。わかりません。消えてしまってはデータの取りようがありませんから。あれは突然現れた。つまりまた突然現れることも、東京中がジャングルになっちゃうのだ。ジャングルで住めばいいけどな。もっと大変なことが起こるかもしれない。白金、
恐ろしいものではなく本物の美味しいチョコを買って差し上げればよろしいのに。味や形はともかく込めた愛は正真正銘本物だもん。青山さんに同情しますわ。そうだ、青の騎士にもチョコレートあげようかな。昨日いい人な。ギリチョコです。次回解けた謎、青の騎士の真実。どっちにしてもお気の毒ですわ。